サンルーム内のバナナたちの巻き葉が伸びて、やや展開し始めてきています。これはナムはバナナです。ドワーフですね。それからこちらのボリビアバナナも巻き葉が出てきて、これから緩み始めるところでしょう。こちらはイスラエルで巻き葉がやや展開してきましたね。この宮崎ベイビーナは前から出ている巻き葉がほんのちょっと緩み始めてきたところですね。そちらのボリビアバナナ、大きい方のボリビアバナナ苗の巻き葉はずっと前から出ていたんですが、そちらの石垣サンゴパパイヤの茎葉に押されて、その他の葉っぱ同様、なかなか広がることができなかったんですが、もう石垣サンゴパパイヤはどうなっても いいということはありませんが、茎葉をカットしたので、このボリビアバナナの巻き葉が展開し始めてきたところなんですね。ここにも「ドワーフ」ナムワがあるんですが、巻き葉が今出かかってきているところですね。1月中もさほどは寒くなかったんですが、明日から12月の時の寒かった時のように冷え込んでくるらしいので、まあ、サンルーム内では天気がいい日だけ巻き葉が緩むんじゃないかと思うんですね。展開するんじゃないかと思うんですね。まあ、その他のコナエとかも巻き葉を出してきてはいますね。多少なりとも。ポリカーボネートの覆いがあるということは、露地のやれバナナとは多少風情が違って、だいたい竹林、南側竹林のバナナには公的な環境と同じぐらいの生育環境でしょうかね。巻き葉が出て緩み始める。ただ、これから1週間は冷え込みますので、南側竹林よりもここの方が灰民などは少ないかと思いますね。これも陶水ポット上にしてあるドワーフナムワで巻き葉が出て緩み始めてきていますね。不思議なのはこの石垣サンゴパパイヤですね。ずーっと緑のまま、黄色くならずに、ほとんど変化がないんですよね。ここなんか見ますと、やや黄ばんできているところがあるのかなという気がしますが、それにしてもいかに低温とはいえ、ほとんどグリーンのまま、変化なく、また腐ったり、落ちたりすることもなく、そのままというのは、まあ、私にはちょっと初めての経験ですので、
どう理解したらいいのか迷っていますね。まあ、これはもうそのままにしておいて、隣のボリビアバナナがサンルームであるおかげで1月から成長再開が始まっているという方に着目していきたいと思いますね。こちらの大きめのドワーフナムはもう巻き葉が出てずっと変化ない状態が続いているんですが、そこにちょっと見えますね、巻き葉斜めになっていますね。これからもっと伸びて、おそらく緩んでくると思いますね。大きい苗の方が冬の間はあまり変化がなくて休眠状態の場合が多いんですね。で、苗が小さくなってくるにつれていろいろな変化を見せてくれますね。まあ、成長再開は概して小さい苗の方がサンルーム内では早いですね。まあ、生育環境に従って様々なその環境に適応した変化というものがありますから、こういう場合はこう、こういう場合はこうと、環境をかなり限定特定しないと概論は言えないと思いますけどね。